ではまずは FC 琉球のスターティングオーダーご覧いただいております。 4-2-3-1 です。ゴールキーパー田口、ディフェンス右から田中、岡崎、リオンジ、福村、ボランチ2枚は上里、富所、右サイドハーフには中野、トップ下清武、幸喜、そして左サイドハーフに金井、ワントップは草野です。続いてアウェー岡山の予想フォーメーション 4-2-1-3 です。ゴールキーパーはキャプテンの金山、そしてディフェンスは右から川野、柳、ヨルディバイス、左には徳本、そして中盤本山、河井、そして一つ前がステファン・ムーク、スリートップには右から白井、ミッチェル・デューク、チアゴ・アウベスです。手前4時4時という声が聞こえてきました。センターバックのリオンジにつけています。ここも懸命にプレッシャーに行く、ボール奪えたらチャンスになる、奪ったチアゴ・アウベス、さあ右ミッチェル・デューク、1対1、ふわりとしたボール、岡崎懸命のクリアです。まあ、白井選手のね、ちょっと腰から行く、ね、タックルに思わずボールコントロールしないましたけど、はい、まあ、失点しなくてよかったなっていう感じですけど、本当ですね、事なきを得ています。中央フリーで受けた富所のクロス、草野、素晴らしい、完璧でした草野勇気。そうですね、正からどうですよね、そうですね、この鋭いねパスを入れて、ちょっとしたクロス、そうでしたね、はい、アジキ返しました、川野から下げて逆右、ふわりとしたボール、デュークの奥だが柳が残っていました、柳でしたね、はい、攻める琉球、守る岡山、中央少しフリーになっている、ルーズになったところ、金井から草野、金井、清武、笛はファールがありましたが、岡山のファールになりました、はい、琉球がこの位置でフリーキックを得ています。上里だ、おー、ナイスゴール、素晴らしい、嬉しい今季初ゴール、20番の上里、いや、壁の位置とキーパーの位置見たらやっぱりここですよね、いやー、ギリギリです、壁のギリギリで、金山選手の手ギリギリ、本当ですね、ポストギリギリ、リオンジが前でモールを持って縦パス、ルーズになっている、どちらが先に触るか競争になる、デューク出てきた、岡崎の対応大きく超えていった、さあ清武1対1になる、どうなるか、クロスが入る、おー、そうです、決まった、中野だ、2点目も琉球、いやー、中野選手よく走りましたね、はい、あそこでね、長い距離を走ってきました11番中野、はい、この清武選手の、ね、ターンも良かったですし、よく中を見てましたよ ね、 そうでしたね、清武選手ね、岡山は4月は過酷なアウェーの連戦が続きます。まずは勢いをつけたい、そんな試合になりますが、白井出てきた、白井だ、1点返しました、ファジアーノ岡山、この今のね、白井選手のこのスピードですよね、はい、本当にもう一瞬で抜き去るようなねスピードでしたし、であとコントロールと、やはりゴールキーパーに当たる前にねしっかりとゴールしてますから ね、 ね、はい、ここもいい位置で奪い返しました、今日得点を決めている中野、一人で行くか、中野だ、こぼれて清武、まだフリー、金井、草野、まだこぼれている、波状攻撃は琉球、いい位置でボールを受けた、縦走り出したデューク、デュークだ、デュークはクロスを選択、木村だ、クロスバーを叩きました、これは惜しい、いや完全にもう今フリーでしたからね、ミチェル・デューク選手 の、 走り抜け、であとクロスですね、クロスの質も良、ね、まあ、かったですけど、これが上に上がってしまったんですね、引き続き背の高い選手は脅威となります、少しふわっとしたボール、
成瀬下げて徳本、左につけて右からのクロス、奥だ、決まった、ムークだ、ステファン・ムークが決めてみせました、岡山同点です。この中に残ってる選手たちがもう全員入ってきましたからね。そうですね、4人は入って、5人いますね。で一番奥のムークですよね、はい、キッカーは再び27番今日注目川井陽介、9本目のコーナーキック、中央デューク、やはりデュークだ。いや本当ボールの質もそうですけど、はい、この叩きつけるこの音ですよ ね、 そうですね、やはりこのバチンってね、少し形を変えてきました FC 琉球、木名監督、高いルーズになってダイレクトシュート、おーです、キーパー、狙える位置からはとにかくシュートを打ってきます。右の大本、再び下げて田中、大本勝負もある選手、ユーク、ルーズになったボール、草野、田中のクロス、奥、池田のヘッド、ナイスボール、追いつきました、逆転負けをして田中、気合の入った、意地見せましたね。どちらに軍配が上がるか、ホーム初勝利を目指す琉球、田中圭太、そしてここで試合終了のホイッスルが鳴りました。明治安田生命 J2 リーグ第9節 FC 琉球対ファジアーノ岡山、3対3、死力を尽くしました。